いつもご利用いただき誠にありがとうございます。ポートですね、ポートをご依頼いただきました。シミの付着状況ですけれども、まず縁の部分ですね、こちらに1箇所、目立つシミがございます。はい、さらに背中から見ていただくと右側ですね、右側の、首筋の、右側ですね、右側に同じようなシミの付着が見られます。何がついたかはお聞きしてないんでちょっとわからないですが、まあ、今から進めていくことになります。はい、ゴム引きのね、コートになります。はい、ブランドがマッキントッシュですけれども、まあ、通常縫い目になるんですが、こちらが、これは、まあ、糸でも縫製されているのかな、糸は使われてないような感じなんで、接着剤でね貼り合わせてある状態ですね。まあ、このマッキントッシュが、まあ、代表的なね、ブランドになりますが、まあ、防寒防水性に優れたコートということでね、まあ、それが、まあ、名残といいますかね、まあまあ、普段街中で着ていただけるようにね、なっているお品かとは思いますけれども、まあ、そういう加工がされているお品になります。はい、今ご説明させていただいたシミ以外にも全体的によく汚れていまして、まあ、黒ずんだ状態ですね、黒ずんだ状態が見られるんですけれども、まあ、そちらについてはね、まあ、しっかりとね洗うことができないお品になりますので、まあ、完全に解消されないかとは思います。ですので目立つシミが除去された後もなんとなく汚れた感じというのは残りますので、ここはまあご了解いただいております。あと全体的に少し色あせも生じている状態になります。襟部分を見ていただくとよく分かりますが、こちらもちょっと、着用による摩擦なんかで、まあ、色抜けが併発しているような状態になります。ちょっと生地も弱ってる感じがします。ちょっとここなんか弱ってますよね。はい、それではまあ早速進めていきますけれども、はい、おそらくこの辺りもね貼り合わせてあるんで、なるべく影響を与えないように処理したいところですけれども、ちょっとはっきりした着物の特定は難しいですけれども、何か樹脂を含むようなシミのような接着剤のような感じですね。タンパク質が用途しているような感じになりますので、ちょっと嫌な言い方ですけど、見積もり段階ではもっと簡単に出たんですけど。そうですね、接着剤ではなさそうですね。漂白して取れましたんで、多分タンパク質を含む食品なんかが古くなってこのようなシミになっているんだとは思いますが、かえってそっちの方が良かったかもしれないですね。溶剤を介して、処理しにくいお品ですので、なんとかいけそうですね。シワつきがね、こういう状態がよく発生しやすいんで、なんとかいけそうですね。はい、ありがとうございます。マッキントッシュのコートシミ抜き完了しております。はい、エリのシミですね、まず。はい、こちら、濃く付着したシミがあったかと思いますが、はい、まあ、なんとか解消させていただくことができました。多分、これは、接着剤の樹脂ですね。樹脂が、染み出したものだった感じがします。ちょっとまあ、特定はできないですけれども、まあ、そのような反応を示しましたので、まあ、おそらくは、間違いないかと思いますが、この生地と生地との内側に貼り合わせてある接着剤ですね、こちらが、劣化したことによる染み出しかとは思います。ここはでも加工されないような気するんですけどね。ちょっとまあ原因についてはね、最後まで分かんないんですけれども、この貼り合わせてある部分は加工されてあると思いますが、はい、背面ですね。背面も同様のシミが付着していましたが、こちらはさすがに、ここはね、生地が重なっている箇所ではないので、まあ、接着剤であった可能性は低いんですけれども、はい、まあ、とにかく除去することはできております。はい、ご利用いただき誠にありがとうございます。